こんにちは。こんにちは。ちょっとタイムログある？いや、そんなでもないです。そうでもないな。はいはい。今日はです。あ、ちょっといつもの形、いつもあのスタジオでやっているんですけれども、はいはい。まあ、今日は、まあ、あの今ちょっとコロナで東京も緊急事態宣言が出まして、はい、あ、そうだね。はい。なんかちょっと3密を避けるという意味でも、はいはい、今日は私は自宅から、豊さんも自宅から、はい、そうです。はい、スカイプで、スカイプと、まあ、携帯で録画してね、はいはい、送りたいと思いますけども。そうです、そうです。で、はい、あのちょっと今あのクリアなついたて、はい、ついたてを今注文していて、それが届いたらまたいつものスタジオで、まあそうだね、まあそれでもちょっと広がってね、そうですね、距離を置いて、はい、そうだね、それで撮っていきたいと思います。はい、はい、で、そうなんですけれども、はいはい、まあ、先日、まあ、メジャーリーグの話になるんですけれども、はい、メジャーリーグの公式サイトが歴代の新人王からポジションごとの成績によって選出したオール新人王チームを発表し、はい、外野手でマリナーズのイチローさんが選ばれたというニュース。まあ選ばれるわな、あれだけの成績残してるんだもんな。そうですよね。あ、で、いきなり首位打者取ったんだっけ。あ、そうです、そうです、取ってますよね、メジャーデビュー果たして。そうだよね、だってアメリカンリーグの最優秀選手と新人王を同時に受賞、はいはい、さらに首位打者と盗塁王のタイトルも手にしているということで。いや、すごいよ。メジャーデビューを果たした2001年に242本のヒットも放っているので、はいはい、まあそれは取るよねという選手ですよね。まあ、取るよな。でまたメンバーに入るよ。まあ、そうですよね。あ、それとやっぱ功績とか考えるとね、うんうん、入る入る、それは入る。アメリカ人も異論はないと思うよ。なので、はいはい、じゃちょっとこれ日本のプロ野球でも、はい、面白くこの新人王に絡めた何か企画ができないかなと思い、はい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 、はい、まあセリーグパリーグで、はい、新人王を取った人でちょっとチームを作ってみよう、最高のチームを。なるほどなるほど、面白いね。はい、なので今日はちょっとセリーグを、はい、セリーグな、はいはい、はい、やってみましょう。まあこれあれでしょ、俺が入団した時からの新人王でしょ。そうです。そうだよね。あの今ね、豊さんと私の手元には、はい、その歴代の新人王の選手のデータがずらっと、はい、こう手元にあるんですけど、はい、そうです、豊さんが入団した年、1981年、80年に入団して81年にプレー始まって、はい、まあその時にまあ取るであろうという大本命、はい、まあ原が取ったよね、原辰徳。そうです、ああ、そうです、原さんがこの年取っているんですけれども、はいはい、まあじゃあこの81年から去年の2019年までの歴代の新人王の中からちょっとピックアップしていこう、はい、そうだね、はい、これね、一人一人こう取りあピックアップしてると時間かかってしまうので、豊さん、はい、なんかちょっとまあずらっとずらっとテロップかなんかで流してほしいよね。そうですね、そうですね、まあ流れてるでしょう、はい、ね、はい、その中からまあやっぱこう、はい、原だよね。で、はい、翌年に津田恒美、あ、津田恒美さん、うん、はい、牧原、小早川って続くんだけど、はい、まあなんか巨人と広島がまあ年代的に強かったのか結構取ってるよね、はい、でまあ原辰徳、津田、牧原、小早川、川端、長富って広島と巨人の選手しかいないんだもん。本当だよ、ね、いやすごいよな。確かに、まあ、新人王が巨人と広島で豊作だったっていうことですよね。そうだよね、まあ、それでヤクルトの新井で中日の立浪でヤクルトの戸間篠って続いていくん、はい、でまた中日の与田とかさ、だ割とやっぱり新人王を取ってるチームっていうのは強くなるね、これ見てると。そうですね、あ、本当だ。で森田っていうのが与田の次に取ってんだけど、これも中日なんだよね。あ、そうです。でピッチャーピッチャーですもんね、うん、で久慈が取って伊藤智人、これもヤクルトでしょ。だからやっぱ強くなってくるわ。確かに、しかも伊藤智人さん、うん、この年防御率 0.91 なんですよ。もう新人王で気が狂ってるよね。すごいよね。1点取ったら勝てるみたいなピッチャーだよ。も1点取ったらもう引き分けられるというさ、2点取ったら勝ちだっていうピッチャーだもんね。強かったんですね。いや強かった強かった、うん、でまあ阪神もね、まあ薮田とか、
赤星だとか名前が出てくるんだよね、はい、だからまあここら辺の時代っていうのはやっぱ阪神も強かったよね。やっぱだからなんとなくこう強くなる時っていうのはやっぱいい選手が取れてるっていうことだよね、はい、確かに、うんうん、ただこれ豊さん、はい、あのヤクルトの古田さんと巨人の阿部さん取ってないんですよね、取ってないんだよね、うん、まあ、その時に取ったのが与田と、与田に隠れて古田がいたという、はい、で赤星に隠れて新之助がいたという、はい、だからまあ例えばこうずらっとさ、はい、言っていってるけどキャッチャーが一人もいないんだよ。そうなんですよ、セリーグで実は唯一キャッチャーで取ってるのって田淵さんだけなんですよ、うん、新人を。ああ、そうか。でもね、遡っちゃうので原さんよりも、まあそれは全然遡るよね、はい、まあ10年ちょっと前かな、遡るから。そうですね、1969年なので、ああだから11年遡るからさ、はい、だからそれはやっぱそうすごいよね、キャッチャーって取れないんだな、やっぱな、経験がいる場所なんだな。そうなんですね、これだから見てるとそういう分析ができますね。いや、できるできる、うん、面白い、うん、で、はい、まあ、この中から、はい、じゃあ豊さんが今ちょっとねピックアップしましたけれども、はい、ちょっとチームを作ってほしいなと思いまして、はいはい、まあ、チームを作るんであれば、はい、まあもうそうそうたるメンバーがいるんだけど、うん、まあ打順で言うよな。あ、打順で、打順でな、はい、で1番、うん、はい、レフト青木。おお、レフト青木、はいはいはい、はい、レフトだよな。で2番センター赤星。あ、赤星さん、はい、走るよ、ね、走りますね。で3番ショート立浪。立浪さんですね、ショートショートはね、はい、で4番サード原。サードは原さんなんか4番で、はいはい、うん、はい、5番ファースト村上。はい、あ、まあ、村上選手そうですね、身長取ってますもんね、村上ね、はい、で6番セカンド西、はい、あ、ちょっと待って、やっぱ長野だな、長野がライト長野、ライト6番長野、まあ首位打者取ってるからね長野は、はい、うん、で7番セカンド西、西さんが7番、うん、はい、で8番キャッチャー、うんうん、これキャッチャーいないんだよ本当に、キャッチャーいないですよ、まあ、コンバートするとしたら、はい、金城かな。金城さんは、いや金城は、まあ、性格的にも知ってるし、はい、我慢してどこでもやってくれる男なんで、だから金城さんで、いや体も強いしさ、これ野生的な感持ってるから。わかりました、ポテンシャルでもあるということで、ポテンシャルがあるということで、8番キャッチャー金城さん、そう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 、でピッチャー、はい、上原浩二だな。まあ、そっか、先発上原さん、うん、まあでも2枚3枚抱えていいよって言ったら伊藤智人とかさ入ってくるけど、うんうん、まあ確かに爆発力は伊藤あったけど、ちょっと長尺で考えた時にさ、はい、やっぱ上原の方がまあ長持ちしたし安定感もあったかなっていう、はい、長期に見たらね、はい、はい、で中継ぎは山口哲也。ああ、これはもう鉄腕だからね、はい、故障しないという、うん、で抑えが、うん、まあ津田かな、あ、津田恒美さん、はい、まあ与田とかも山崎康明とかも取ってんだけど、はい、やっぱ炎のストッパーと言われたさ、はい、やっぱ津田が迫力あったかなって思うよね。あ、実際に豊さんね見てますもんね。あ、そう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 、まあ同じ山口県ということもあるしね、うん、だからまあね、いっぱいいい選手はいるんだけど、まあそういうふうに俺だったらオーダーを組むかなっていうふうに。だから森藤さんの名が出てますけど、森藤は私も実は作りました。はいはい、ね、言ってごらん。いいですか、これどっからピッチャーから行くんですか。いや、ファースト、まあ、あのピッチャーから言っていいよ。ピッチャーは、はい、先発は川上憲伸投手です。うわ、まあいいピッチャーだよね。もういいピッチャーなので、いや、それは分かる分かる。まあ中日ファンだしな。ん？中日ファンでしょ。中日ファン、そうですそうです。はいはい、もうドンピシャですもん、川上憲伸投手の時なんか。はいはいはい、で、先発川上憲伸、はい、で、ファースト、あ、キャッチャー、あ、キャッチャーは私もいないから。いないだろう。
便乗して金城さんにしますけど、まあ、金城がいいよ、金城が、はい、はい、ただオーダーを組むとしたら、はい、1番、はい、センター、はい、青木、あ、いい、真似したな、お前、いや、私はセンターで、あ、センターね、はいはい、青木さんセンターにしました、はい、で、2番、はい、レフト、はい、松本哲也、おお、なんでその理由は、いや、松本哲也さん、やっぱあの小柄だけど、あの守備、外野の、まあ、守備はうまかったよ、はい、いや、でもベンチには置いときたいよ、俺も、あ、やっぱり、やっぱ守備、守備、もう守備要員として、うん、うん、で、2番で、やっぱりバントとか小技が効く選手だと思うので、はい、私、2番に山本哲也選手を置きました。はい、で、3番は、サード、原さん。はい、おお、はい、うん。やっぱちっちゃい時の私のね、見てた、やっぱりヒーローというか、すごい選手なので、はいはい、3番にサード、原、はい。で、4番に、ファーストのヤクルトの村上さん、村上選手。4番で使う。4番で使います。なるほど。原さんの後ろ。お前、原ちゃん怒っちゃうんじゃないの？え、なんで俺が4番じゃないんだって怒っちゃうよ、多分怒っちゃうかな、怒っちゃうかな。で、5番に、ライトで長野選手です。はいはいはい、はい、で、6番に私キャッチャー、はい、金城選手、金城さん、キャッチャー、はい、キャッチャーとして私は金城さんを置きました。はい、で、7番、はい、セカンド、そよぎ選手です。そよぎさん、おー、渋いとこ来るね。はい、広島の、まあ、結構いぶし銀だったからね。そうそうそうですよね。そう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 、はい、そこは広島のそよぎさんを置き、はい、で、あれ8番え、ショートがいないじゃん。あ、8番がショートの京田選手です。立浪外す。はい、私は京田選手でいきます。まあ、京田と立浪は中日で先輩後輩だよね。はい、ボコられるよそんなこと言ってたらまあいいけどね、いいけどね、はい、そこはまあなんか立浪さんにこう叱咤激励されて京田選手が伸びていってほしいなっていう気持ちも込めて、ね、はい、で、中継ぎはもう山口哲也選手です、はいはいはい、で、抑えに私は上原浩二さんを持ってきました。おー、まあメジャー行って抑えになったからね。はい、まあ、どっちが勝つかっていうのは多分俺が勝つよ。いやいや、コメント欄に、コメント欄に絶対ね、俺らが勝つっていう風になってるよ。いや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 、分からない、分からない。これは私のも結構いい線いってますよ。小技使える選手、そよぎ選手とか松本哲也選手とか持ってきたりもしてるんで、うん、まあまあ ね、まあ小技が効いて柔軟性はあるようなチームだよね。そうそうそう、で、ちょっと足でもこうかき回したりとかしたいので、うん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 、いや、これいい線いくと思うんですけどね。ちょっとじゃあコメント欄をで勝負しましょうか。まあ、楽しみだな、はい、はいはい、まあそういうことで、はい、ね、じゃあ、はいはい、皆さんコメント欄でぜひどちらが勝ちか、そうだ、ね、書いてください。はい、皆さんもコロナに気をつけて、本当にね、うんうん、もう本当にもう無駄な外出はしないようにね、してほしいと思いますね。はい、はい、みんなでコロナ乗り切りましょう。乗り切りましょう。